じゃあ、ババが今までさ、生きてきてさ、一番嫌だったこととか辛いことって何？それはやっぱり自分の本当の親じゃないから、最初の時はね、最2初番ね。目のおばあちゃんはね、いい人だよね。だけど最初の親はね、きつい人だ。きつい人で、まあ怒られるきり。ご飯だってね、こぼしゃね、こぼしたやつのご飯の拾って食べろって言って、拾って食べて、それも洗えないだよ。洗ってのはたまにあったら拾ったやつ食べろって言われたり。で、小学校上がるときにね、お前は今日からね、小学校の上がったんだから、トイレの掃除をする。それでここのところをどうこう、なんとかをする。そういうふうに決められて。それでね、学校へ上がる前だってご飯を炊いて、今で言わないけど、かまど、あそこでもって火炊いて、それが火なんか炊けないだよ、小学校が上がるか上がらないか。それでそこにいたもう一人ね、私が小学校上がる頃、もう一人女の人が、親戚の人になるだか知らないけど、その人が小学校6年の頃かな。その人がまたすごい意地悪な人でね、じっと怒られてて、泣き通しないでた。ほなんでね、そういう幸せってのはなかったわね、ほいで。ほいで、あれだよ、食べるものも食べられなんで、働くだけ働かして、ほいだもんでね、お勝手がね、狭いとこがあって商売してたもんでね、食べるものの商売してたから。それで、物置ってあるわけさ。うちが建ってるその下に物置っていうのがあって、そこには漬物とか古い使わないものとか言うこと聞かないとそこ入れられちゃうわけ。何にも で食べられないのよ。くれないんだもん。ご飯もくれないし、もらわないし。それで押し入れね、押し入れじゃない、物置ったって。本当の物置だからもういろんなものがごちゃごちゃ入ってるのよね。そうだもんでね、姉さんがさ、助けてやりたいけどね、助けてやれなんだってね、前に言って話したけどね、まだ入院する前だけどね、本当はあれだね、なんて言って話したけどね、助けてやりたくもね、私が怒られるもんだからね、助けられなんだだよね、あの時はね、なんて言ってね。それ本当の昔の人でしょ？明治前の人がいい？明治か。それだから、もう、きついのきつかないのってない。だから、子供がやるようなことは、大人がやるようなことは、みんな子供にやらせる。今も言う、ご飯をね、炊くとか、お弁当を学校へ持ってくにも、ぐちゃぐちゃのおかゆみたいなのしか作れないわけだわ。こんなご飯の炊き方があるかって言ってね、それ持ってけって言ってね、それでね、弁当箱っていうだかね、なんだか入れ物があってね、それ持たされて、学校へ行ってね、お昼こうなるとね、もうおかゆがね、いくらか固まってくるわよね。それから結局、身内がね、大阪かどっかに、本当の私の親、父親の、身内は、大阪に親戚もみんなあって、で、そっちの方で、こっちの方でね、座っていじめられたりしてかわいそうだし、親もいないし、お母さんは早く亡くなっちゃって、ほいで、お父さんって人はね、私の本当のお父さんって人は戦争に行っちゃったもんで、もう身内がいないでしょ。だもんで、大阪へ戻されて、そこから育ったらしいけど、それでもね、がね、お前にはね、弟と姉さんの兄弟がいるんだぞって。それで、それを聞かされた時がね、へえ、兄弟がいたんだと思って。それで、姉さんって人がね、大阪に行って、その姉さんもやっぱり親もいないし、いろいろで苦労もしたらしいよ。
生活するにもね、働いたりさ、食堂で働いたりいろいろしたらしいけど、それである時に手紙が来たの、私のところに。誰から来たのかと思った。そしたらね、あの姉さんはね、こういうわけで私の弟がいて、弟の年が何歳で、それで何歳で3人の兄弟がいるんだよって、それの時に初めて知ったわけさ、兄弟ってものがいるってことが。それでね、手紙をもらったのもはるか私も、何歳ぐらいの時？あれは何歳かね、それでこういうわけでこういうふうにしてね、おばさんたちが来てね、ほいでえらいひどい目に遭ってるってことを聞いたのか、そういうことも話したらしいで、それであれじゃないかや、その後になったらもう私も、だんだん大きくなってくるからね、今も言うかまどにね、薪をやるのにもね、表にうちがあるんだけど、商売してたからね、食べ物の商売してたりしてたり、そして裏をずーっと通って、裏にも農機があってね、そこの小屋があって、そこの小屋に薪があって、その薪をね運ばされるだよ、学校から帰ってくると必ず薪運びだって言って、それで体が小さかった、それでこうやってやって、よく学校でもこうやってやって持って歩く、こういうブルキのね、周りに竹でもってこうやって、こうやって持ったよく、あれにね、運ぶんだけどね、ちゃんと持たせるために、これがね、こう巻き運ぶ、トタンのね、あれだとすると、こっちの方にね、ちゃんとね、こうやって、で、ね、棒立ててさ、こういうふうに、こっちも落ちないように教えるだよ、そうやってやって。そうしないとね、ちゃんと運べないからって言って、小さい体でこうやってね、まあ半べそこきながらね、泣いた覚えはあるね。今はねそんなことないけどもね、まあ昔と今とは違うでね、いろいろと、養女だ養子だなんてさ、あったってもそんなにひどいこともあっただろうけど、今だって子供いじめるような、自分の子供でもいじめたりいろいろしたね、そういうのは昔は私も、ほいで私もね、食べるものがないからね、それこそ今の仏壇に何か上がってると盗み食だ、欲しいもんで、ほいで甘酒とかね、そういうの上がってるとね、ちゃんとね、そのおばあさん、おばあさんって人がね、見てて、減ってるって言うんだよ。食べたじゃないか、飲んだじゃないかって言われるだよ。それをね、白状させるにはさ、ひどい目に遭わせるだよね。それで、物欲しいには高いとこにあってね、下に。それで寝るときもね、布団は全部ふかされてね、親の布団もね、全部ひかされたりしてね。それでね、昔のことだもんで、物欲しいにね、芋干しってあるじゃん、芋を干して。それはね、よそのおばあさんがね、よく作ってくれて、物干しに干すわけ。食べたくたってもらえないじゃん。そうだもんで、それをね、親のいない留守にね、持って取りて、それで食べる。そういうようなことはね、食べるものは本当にね、食べられなかったからね、ああ、食べたいなとかさ。あとね、いろいろあったわけでも、子供は子供で、苦しかったじゃないの。そうね。だってそういう家族のなんていうか、愛情とかそういうものは早くや知らないわけだから。だって
親子が血のつながった人がいるってことはいいことだなと昔から私は思ってたがね、みんなが他人だもん、私の場合はね、だでまあ、あのまあ、ゆうくんが生まれた時も本当に嬉しかった。